はいどうもルールカーです。セブンナイツサバカ実況をやっていきたいと思います。まずは、告知をさせてください。今回ね惜しくもね100位以内を逃しました。負けてしまって112位で負けてしまって128位でした。ただですね、これは過去最高の順位でございます。でもともと200位台から300位台をうろちょろしているギルドではあったんですけれども、今季、一丸となってね、いけるところまで行こうぜということでやってみたら128位という結果を生み出すことができました。ありがとうございます。で、一個の目標として、まあ、100位以内、無課金のチームで、ほぼ無課金のチーム、8割ぐらい無課金ですね。のチームでも100位以内入れるんだぜっていうところ見せていきたいなと。モチベさえあれば100位以内目指せんだぜっていうところを、見せたいなと思ってます。で100位以内入ると、ルビー300とトパーズ60もらえるんですね。これでかいということで。ワンシーズンなんでね。ちょうどルビーがない時に来るんですよ。今300しかないでしょ。で、今日の夕方になると、メンテ開けるともらえるんですけど。で、合わせたら600で30連引けるじゃないですか。まあ、そこでなんか出るかもしれない。ということを考えると、まあ、美味しいコンテンツだと思います。はい。皆さんがギルドに対してどういう思いでやられてるかっていうのはちょっとわからないんですけれども、私は、ギルドのメンバーっていうのは、運命共同体だと思っております。で、まあ、どういうことかっていうと、まあ、ちっちゃいコミュニティができるじゃないですか。ちっちゃい社会が。ギルドというなの。で、その中で決めたルールを、守っていく。単純にそれだけなんですよ。これができる人っていうのは、やっぱり仕事でも、仕事においても、先回しにしない。仕事を先回しにしない人っていう風になっていくのかなと。で、我々は、やってない、やり忘れちゃいがちな方に声をかけたりします。ただ、あまりにひどいと、まあ、規約違反ということで、罰を、下すようにはしております。まあ、追放になっちゃうんですけども。はい。まあ、それは、まあ、やっぱり感じてほしい部分ではありますよね。学生だからとか、忙しいからとか、本当に隙間時間ないですかっていうところもあるんですけど、まあもちろんない人もいますよ。やっぱり育成できなかったらやれないっていう人もいるだろうし。ただ本当にできないのかというところは、まあすごく大事にしていきたいなと。まず一声相談いただきたいなと。一緒に考えましょう。一緒に悩みましょうというところでございます。はい。まあ、ちょっとね、熱いことを語ったところで、ジェイブルー君、だいぶね、パワーアップしてきたと思いますんで、アリーナで、せっかくなんで見てもらいたいなと思います。やっとね、マスター帰ってきました。27勝2敗で、まあ、クリスタル隊で2敗もしたのかよって話ではあるんですけども、まあ、多めに見てください。で、パーティーは、これワンパックにしよう。デロンズ、オルリー、カール・ヘロン、メルキル、エリス。これカール・ヘロンがリーダーの意味ってなんだっけ？多分防御リーダーはエリスの方がいいよね。カール・ヘロンは、弱点装備か。で、エリスが、通り過ぎちゃったかな？エリスが、ここだ。あ、エリスの方が防、エリスの方が高い。カールヘロン防御リーダー。はい。というわけでね、まあ、こんな感じで今はやっております。あれ？これ、防具1個装備してないのかな？なんだこれ。まあ、聖女を4にしとくか。なんで装備してないんだろう。聖女読んでいいのがなければ、まあいいか。覚醒装備にしよっか。OK。まあ叩き切れてないのも本当いいんで、
まあ、単純にプレイ時間が短いっていうのもすごいあるんだよね。なので、そこら辺をどう埋めていくか。まあ、これがこれからの勝負かなと思ってます。28日の、セブンナイツ選択権は、デロンズが完凸するまでデロンズ選んでいく感じですかね。はい。では、やっていきたいと思います。まあ、前回の動画見てくれてる人はわかるんですけど、セブンナイツ召喚券2枚と選択権1枚で、召喚券でデロンズ出ればなーって思ったんですけど、出なかったんですよね。まあ、それがちょっと辛かったんですけど、まあ、それでも1体デロンズ確保して、38銀、金にできたんで、よかったかなと。前衛ですね、デロンズが。雷光陣。オッケー。デロンズ倒した。覚醒デロンズ倒すとだいぶ気が楽になりますね。で、ロロがいなければ、誓いの葬送フルスペックで使えますからね。で、オルリンの能力も上がるし。これはちょっと美味しくないな。ちょっとオルリー動いて。すげえダメージ。 さすが。これでスキル連続で打てますよね。勝ったかな。 OK、 対戦ありがとうございます。やっぱりまあね、ワンバックがいいっすね。俺みたいに中途半端なパーティーは。対戦よろしくお願いします。まあ、今回このパーティー鍛えていけばマスター絶対いけるんで、そこをね、目指して頑張ろうかと。で、ロロもいるんで、4体ぐらいいるんで、あれ？ロロもいるんで、5体か。ロロも5体いるんで、それを育てれば、メインアカよりもロロが多くなるんで、まあ、そこをね、強みにして頑張っていきたいと思います。サブアカがメインアカより弱いなんてことはないんだというところをね、まあ、頑張りたいなと思います。いけ。オッケー。ほんと強い死神の審判。そしてメルキルが動いてくれると、ほーってなりますよね。 ほーって。あと、ワンバックのいいところは4体ね、クールタイムを回復させることができる可能性があるってことだよね。これはでかい。いけ。久しぶりに見たアンガーオブライトニング。これもね、しっかり誓いの葬送を使った後だと、前衛でもダメージが出せると。素敵。ノーブルスターのが良かったけど、もう使えないか。OK！ よし！対戦ありがとうございました。いやー、だいぶジェイブルー君も強くなってきたな。今日ちょっと、このパーティーに編成し直そうかな。まあ、可能であれば、エリスも敏捷に変えたいところですね。ただ、敏捷装備あるかな。ほんとね、やっぱりプレイ時間が短いんでね、そこら辺がやっぱり苦しいっていうか。雷光陣当たれば、だいぶね、免疫削れるんで、ほんとそれはね、ありがたい。雷光陣とね、雷光砲はね、やっぱ打ってほしいよね。ただ相手にカルマいるから、死の一撃はちょっとご法度ですね。オッケーオッケー。ナイスナイス。これデロンズに当たるっしょ。
オーケー。で、バフ剥がししないとカルマにダメージ当たんないから、貫通で攻撃するか、こっちロロいないから貫通で攻撃するの難しいんだよな。上スキルがいいんだけどな。上スキルデロンズ貫通なくなったからね、こうなるともう役割終わりですからね。バフ剥がすしかないみたいな。まあ、足の一撃打ってもいいか。エリス麻痺した。まあこれで、ちょっと待って、覚醒スキル打つか。アンガーオブライトニングは貫通ないよね。オルリーといえば貫通なしで有名だからね。オルリーと雪は。さよなら。これ貫通。よし。ただ、ダメージ量が不安だな。これ負けた。やっと免疫剥いだもんね。これ負けですわ。対戦ありがとうございました。だいたい5分ぐらいで蹴りつくようにはなってきましたよね。俺たちは最高のコンビだぜ。これほんとカールヘロに変えた方がいいな。後悔なさい。2本目はエビス。よし。ちょっとリッチに。メリキル死んだか。これきついな。流れかなり悪いですね。デロンズ沈黙したのはでかい。さっさと倒そう。ガンガン攻撃して。免疫外して。てか、沈黙めっちゃかかってない？雪以外沈黙じゃないですか、これ。ギャー！これは素晴らしい状態。あれ？デロンズ沈黙じゃないな。あ、沈黙だ。なんか申し訳ないな、この戦い。なんとかこれ日曜日まで頑張ればマスターいけんじゃねえかな。これマスター1回しか行ったことないんですよね。でまだロロという隠し玉がいるんで、これいけるかもな。俺がちゃんとマスターいけるようになれば、ギルドもね、安泰だと思うんで。ただ、ロロを覚醒させる結晶がない。という弱点が大いにありますな。オッケー。ラッキーすぎる。ありがとう、メルキル。たまにはいいことするね。めっちゃ感電したな。気絶した。これで回数免疫1回つけられるんで、まあこれ一発当たるね。でデロンズが攻撃してくると。カールヘロンがね、やっぱり怖い。いると。
回復されるだけじゃなくて、攻撃力めっちゃ上げてくるんで、やばいっすよ、カールヘロンは。だから早めに倒したい、どうしても。よし、対戦ありがとうございました。いい感じじゃないですか？皆さんどう思います？当たり前だよって思う方もいるかもしれないですけど、マスに、ん？チャレンジャー、ん？マスイさんに一回しか行ったことない男ですよ。これマスさん行けますよね？マスさん。はい。というわけでね、見ていただきました。装備だったりとか、確認していただいて、ただいま、チャレンジャーにいると。まあ、クリスタルから始まってんですけど。あと2000やん、あと1000やんないと、チャレンジャーからクリスタルに落ちちゃうんですけど。はい。まあ、そこら辺をまあ意識してやっていきたいなと思います。で、並行してボス戦。まあ、ちょっとね、サブアカのボス戦っていうのも動画撮ってみるのもありかなと思ったんで、まあ、ちょっとね、考えてぜひやりたいなと思っておりますんで、ぜひ、ご期待ください。というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。最後に、チャンネル登録がお済みでない方、チャンネル登録をお願いします。バイバイ。